はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。どんどん育んでいきましょう。今日も育み動画になります。今回もね、あ、ここはハグレメタル出ないね。あー、これダメだな。ああ、でもアイラさん50ナンバー当たるよ、魔法使いでもね。さあ、ここははぐれメタルが出てこないことが分かりましたので、どんどん行きましょう。ああ、こっちじゃなかったんだね。もうこのセットばっかりだね、ここはおそらく。笑わせ師は笑われし笑わ笑わうんごめんなさい、笑わせ師はメルミンさんがちょっと噛んでるだけで、あー、次は私笑わせ師になろうかな。ガボ君成長早いんだけどね。ガボ君はもうちょっといろんな心を持ってるモンスターでちょっと行っていただこうかなと思ってますんでね。アイラさんだけ普通に、アイラさんは普通にやらせよっか。バッチリ頑張ってください。で、はいはい、こんな感じかな。お、誰か上がり、あ、私、じゃないかな。あ、私だね。HP が8増えて、MP が4増えて、さあ、こいった。1、2、1、5しか上がんなかったの？ 5 しか上がんなかったか。はいはい。ここで、はぐれメタルが出てこないかな？ああ、出てこないね。そうだね。あ、アイラさん回復させ、ああ、そうか、アイラさんヒットペースが少ないから100ちょっとしかないんだよね。アイラさん、かまいたち使うんだね。びっくりしちゃった。魔法でいくかなと思ったんですけど、よいしょっしょと。で、ガボ君普通の、 あれ、なに、あー、キャプテンハットかなんかなってた。あら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 、ここもあれ出てこないね。しまったね、メルビさん、キャプテンハットになってたわ。渡す、いや、渡したら、あ、売っとくべきだったんだね、これね。あらあらと、祝福の杖と入れ替えましょう。ここでも出てこないと。ここも、あ、あら、あ、これ失敗か。で、あ、落ちて、落ちればいいのかな。ああ、落ちたらここに来るのか。あ、そうかそうかそうか。じゃあどう行くの。あ、これ間違えてんだね、ほんなら。この道順を間違えてるということだね。え、何？ミミックがザコで出てきたね。
4回攻撃してきたよ。アイラさん回し切りするんだね。アイラさん頑張ってるね。めちゃくちゃ頑張ってるアイラさん。いや、ほんとめちゃくちゃ頑張ってくれてるね。よいしょ。ガボ君。ああ、メルビンさん寝っぱなしだわ。一番頑張ってる人が殺されちった。ザオラル、あ、ザオラル持ってんだね。これはメルビンさんにザオラル唱えさせましょう。いや、一番頑張ってる人が殺されちゃったね。はい、一回出ましたと。ここじゃなかったと。ここじゃなかったと。おお、これ出るとどうなるのかな。ああ、ここか。え、道間違えてない？思いっきり道間違えてる気がするんですけど、あれ、おや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 、はい。特技ね。あ、特技いらないか。普通殴ってる方がいいね。で、祝福をアイラさんね。ミミックがザコで出てくるとはちょっと思わなかったね。歩くとダメージ食らう。あ、食らってね。ここは私毒結晶いっぱい持ってるから袋から使っちゃおっかね。あと47個もあるんでね。はい、で、はい、はい、とあれ、なんか道順かなり間違えてるね、私ね。おかしいな。で、あ、ガボ君普通でいいか。そうだね、ガボ君は、え、あ、おお、ゆりかご歌っちゃうのね。アイラさん全然魔法使わないね。あ、羊飼いの羊の友になりました。ウールガード、あ、なんだろう、ちょっと使ってみましょうか。作戦外、ガボ君ね、もうガボ君バッチリ頑張れで行きましょう。これなんもないんだよね、ここね、階段となると。ああ、思い出した、これだ。ああ、これだ。で、こうだね。で、こう、油断しちゃった、油断しちゃったね。ああ、それも開かないのかい。ごめんなさい。で、こうだね、そうだ。で、こういって、で、こうだね。で、こういって、こうだね。ああ、こうだ。ああ、思い出した。今頃ね、今更ですけど、ちょっと待ってね。これなんもないよね。さ、じゃあここで口笛吹いてみましょうか。口笛ね。はぐれメタル出てこない。ああ、出てこないね。もうちょっと先だわ。メルビンさん、祝福をガボ君に使っちゃいましょう。使えませんでした。じゃあここではダメなのということが分かったので、今度ここですね。ここじゃ出てこないかい。あ、敵が変わったね。
多分ここでいい気がします。ガボ君ね、ここで多分あのロボット出てきたらハーグでメタル出てきたような気がしますので、出てこないね。祝福をメルヴィンさんに入れましょうか。ここじゃないのかな。ああそういうことなのね。もう一個上がった方がいいのかな。ああ引っ返したらダメなのか。これ確か2つ階段あるんですよね、こっちとこれ。これが正解だったかな。あ、正解じゃないよね、やっぱこの上の階段だよね。あの石像が何の意味があるのかわかんないんですけど、石像じゃないね、鎧、鎧かな。あ、これ正解ね。でここまで来たら、あ、ここだね、ここで間違いないわ。でそのまま打っちゃいましょう。アイラさんって毒針持てないかな。あ、魔法使い見られになりました。ラリフを覚えました。アイラさんちょっと袋で毒針あったでしょ。あ、ちょっと待ってね、袋整頓しましょう。で、道具で袋でね、毒針、あ、あったね。渡す。アイラさん。ああ、装備できない。メルヴィンさんできるのか。ガボ君。メルヴィンさん。あ、しまった。お金変えてくるの忘れちゃった。では、ここはメルヴィンさん。世界中の雫2つもいらないだろう。とりあえず装備しましょう。メルヴィンさんね。ということはメルヴィンさん、これね、奇跡の剣が間に入ってんで、メルヴィンさんの祝福と入れ替えましょう。こうだね。きたー。で、作戦でアイラさんは命令で、で、行きましょう行きましょうと。あ、その回1当たんだよね、確実に1当たんだよね。さあ行きましょう。せっかくここまで来てね、もう13分っていうね、あれなので、今回はさすがにね、取りだめのね、最終になるんでね、セーブしに帰らないといけないんで、あ、せっかくここまで来たのに、ここまで来たのにもう13分14分。あー、もったい、あ、今頃聞いちゃって、もうあと1分ほど、思い切り頑張りますよ。あ、ハイビショップになりました。マジックバリアね。まあでもフバーハを覚えたのはほんとでかいです。もうフバーハのいつからでしょうね、フバーハがもう必須になったの。フバーハほんと必須になりましたもんね。出てこないね。あー、行きましょう。
あ、一匹だけ残ったね。あ、ダメだ。お、倒した倒した。一匹だけでも倒したらね、いいことですよ。はぐれメタルが出てこないですね。いやいや、あー、もう15分超えましたね。じゃあ帰りましょうか。あ、まだここの道は覚えれたのだけでもいいかな。あら、ルーラルーラ、あらららら、ルーラね。あ、リネミトだわ。で、ここで帰って、で、ここもさらにリレミトなのかな。あ、ここでもリレミトが唱えれると。で、あー、乗らなくていい。あー、乗っちゃった。いやー、違うんですけど。あ、でもいいかも、ここで。はい、よいしょ。とりあえずまず宿屋入りましょうか。そうだね、あそこ行くまでに結構時間かかるんだよね。まだ1万しか溜まってないからね。あー、あれ全部揃えようと思ったら、あとどれだけ戦わないといけないんだろう。さあ、あと結構何時間やってんでしょうかね。はいはい、もうこれ80時間超えたね。お疲れ様でございます。本当ね、ありがとうございますと。はい、じゃあね、これでドラゴンクエスト7の方を終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。